3つ目の話。講演会が終わって初めて二次会に来たという方が私の右隣に座りました。そして質問していいですかと私に声をかけてきました。実は今日のお話のように自分はたくさんの幸せを感じ、とても恵まれていて悩み苦しみがないのですが、一つだけどうしても超えられない悩みがあります、ということでした。どんなことですか？実は結婚して10年経つのですけれど、子供ができません。いろいろなことをしているのですが、どうしても子供ができないのです。それだけが悩みで、ずっと悩んで苦しんでいます、というお話でした。そうですか。結婚して10年経って子供が欲しいと思っているということは、ご主人がとてもいい人で優しい人なのですよね。というふうに問いかけました。本当にそうです。とても優しくていい夫です、と彼女は答えました。もし旧子との関係が悪くて頭にきて腹を立てるような日々だったら、多分その家の子供が欲しいとは思わないでしょうから、旧子との関係もいいのでしょうね、と私は問いかけました。本当にそうなんです。シュートさんもシュートメさんもとてもいい人で、私は恵まれて本当に幸せです、と彼女は答えました。そうですよね。親戚の人もみんないい人なのではありませんか？彼女は答えます。本当にそうです。私は本当に優しい人たちに囲まれていると思います、という答えでした。では伺いますが、その方たちの一人にでも手を合わせて感謝をしたことがありますか？自分がどれほど恵まれているかということに手を合わせて感謝をしたことがありますか？と聞きました。え？と小さく声を発した彼女は、そこからまた前の例と同じようにドワーッと涙を流し、20分ほど泣き続けました。私はその泣いている彼女の耳にこういう言葉も伝えました。もし私が神様だったならば、あなたのその唯一のお願い事、頼み事を絶対聞かないと固く決意したかもしれない。そしてもし私が神様の友人であったならば、神様がこの人の言うことを聞いてあげようかなと思ってやってきた時に、神様の目の前に立ちふさがって、この人の言うことを聞いてはいけないと邪魔をするかもしれません。
というふうに申し上げました。なぜなら、子供ができないことばかりを挙げ連ねて、実はそれ以外に自分がどれほど恵まれているかということに感謝をしていないではないですか。もし自分がどれほど恵まれているかということに気がついたならば、恵まれていないその一点を悩み、苦しみだと言ってあげつらうのではなくて、来る日も来る日も自分が恵まれていることに手を合わせて感謝をしているのではないでしょうか。そういうことに全然感謝をしないで、ただひたすらこれが足りないからこれをよこせ、あれが足りないからあれをよこせと言い続けている人には、神は微笑まないような気がするのです。ですから大事なことは、今置かれている状況に対して本当にありがたいと思うこと、感謝をすること、その感謝、ありがたいと思うことの中には、子供がいないということも含まれるのです。子供がいないことも含めて、それを全部受け入れて、その状態をも含めて感謝をすること、これが本当の感謝です。自分の思い通りになったら感謝するけれど、思い通りにならない状態では感謝をしないというのは、本当の感謝ではないのかもしれません。本当に本当にたくさんのものに恵まれているのであれば、その恵まれているものの方に目を据えて感謝をする。足りないものだけをあげ連ねて、神様、これをください、あれをくださいというのは、本当は神様や宇宙に対する冒涜なのかもしれません。この話にも後日談があります。子供が欲しいと言った女性が1年ぶりに私の前に現れました。講演会の後の二次会の自己紹介で、彼女はこう言いました。相談した時に言われたことはすごいショックでした。今まで一度も言われたことのない言葉でした。でもそのショックは、確かにそうと思え、体中に染み込みました。なんと私は今妊娠7ヶ月なのです。みんなの猛烈な拍手。10年間できなかった子供が、受け入れて感謝することを始めたら、なんと授かった。奇跡はあちこちで起きるのです。